吉田さん、お疲れ様です。みんなの銀行、相変わらずみんなの銀行で稼げてます。やっぱりね、どれが最も簡単で最も稼ぎやすいかっていうもの、その案件を見抜く能力も必要ですよね。今だからみんなの銀行を知ってるんだけども、あまり紹介してないって人は、多分今までもそうやって有利な案件を見過ごしてきたんじゃないかなと思うんですよね。チャンスがあっても乗らないで、チャンスも手にしてないと。で、これほどまでにガン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 行くってことは、いや本当にこういうことなんだと思いますよ。で、労力が多くても儲からないことは私今進めてないですからね。アフィリエイトとかね、アフィリエイトとかあまり今よろしくないと思います。ブログアフィリエイトとかサイトアフィリエイトとか、ライティングスキル高めてね、検索上位に SEO バンバン上げていくみたいなのは、いやちょっときついんじゃないですかね。あと昔ね、なんかハンモック YouTuber っていうのあったんですけども、あの方法も儲からないですね。なんかそのATM をパソコンの中に入れたのと一緒ですみたいな、そんなキャッチコピーだったと思いますけども、実際どうですかね。私が見たところあんなんで稼げてる人いないというふうに言わせていただきますね、一瞬はあるかもしれないですけども、じゃあそれをね、2年3年5年10年と続けてるかどうかってことなんですよ。いや、どっかでうまくいってないでしょ。なんか最近ね、あの映画のレビューをしている YouTuber さんがどんどんね退場してるらしいんですよ。というのが、映画のレビューをしてる人って2000人ぐらいいるらしいんですけども、そもそも映画のレビューするときに持ってきた画像っていうのは無断で使ってるみたいで、すごく上手に映画のねあらすじをまとめてくれて、もうそれがね私も好きで見てて、それを見るからこそ DVD を買うっていう経路にもなってたんですけども、やっぱダメみたいでね、ほとんどのそういった映画をこうレビューしてる YouTuber さんは退場してるっていうことらしいです。で、その代わり台頭してきてるのが、あの漫画のこのキャラクターがねキコキコキコって動いて、いろんなこうシチュエーションを再現してくれるやつですよね。あの漫画って言ってもこの動く可動式の漫画です。多分ね YouTube 見たことある人だったら見たことがあると思うんですよ。あのなんですかね、芸能人の裏話みたいなやつを映像化したやつで、もう漫画みたいにやってるやつですね。あの人形みたいなアニメが動いてるやつなんですけども、あれはなんかねかなり裾野を広げてるみたいですね。で、プログラマーさんとかアニメを作る人募集とかしてますんで、多分あれをやれる人は少ないんでしょうね、だから最も売れていて最もやりやすくって最も人が足りてないやつ、だからすぐにテンプレートでできるんですよ。で、テンプレートがあるのに全然間に合ってないってことは、楽で稼げるっていうことだと思うんですよ。このみんなの銀行もそうですけどね。まあでもなんかオリジナルで一から作るのはやっぱしんどいんでね、ほとんどの方うまくいかないし、だから真似して単純に毎日同じようなことをして利益が生まれるやつをやった方がいいかなと思います。その最たるものがみんなの銀行かなと思いますね。モッピーとか自己アフィリエイトより優れてますね。モッピーとか自己アフィリエイトってのは案件によっては自分が承認されるかどうか分かんないし、あと現金化するのが3ヶ月先とかなんでね、明日お金が欲しいって人はみんなの銀行がいいでしょうね、きっとね。だから5、6000から1万円までなら誰でもできるんじゃないですかこれ。まあ、分からないですけどね。まあそんな感じで、ともかくもみんなの銀行一つ取ってしても私ぐらいやってるのはいないんじゃないかなと思いますね、だから多分私は毎日入金があるような感じですけどね。で、これ私がこれほど進めててもねしない人もいるわけですよ。まあ一体他にどんなねもっといい方法があるのかと思っちゃいますけども、まあ素直にやってみることかなと思いますし、やっぱねなんかこう自分で動いて自分で掴み取らないとお金も自由も時間も手に入らないと思うんですよね、でもしなくても手に入ってる人もいると思うんですけども、それはなんかやっぱこう異例中の異例っていうかすごくついてるんだと思います。基本的にはそういうことないんで、もう誰かからね搾取してこない限りはそういうのはありませんから、だからねこの時代に挑戦してほしいですね。私がだから遅咲きでこうなったんで余計思いますけども、20代の方とか30代の方とか50代の方とか60代の方、もう軒並みうまくいくと思います。ただなんかねいらないことを考えてやらないだけなんですよね、チャンスはいっぱいあるんですけどね、いらっしゃい。